such tragedy would not happen to you, to your families, to your nation, and to anybody else around the world. It's up to you to not keep quiet and not to hate the others. Ve'ahavta le'recha kamocha, and thou shalt respect and love your neighbor, your friend, your foreigner, as you love yourself. Thank you very much. 最後にこの言葉で締めくくりたいと思います。皆さんに問いかけをします。皆さん一人一人、分かっていらっしゃいますか？ホロコーストがもう二度と起きないためには、皆さんが声を上げ、黙っていないで声を上げ、そして他人を嫌うことをやめる。それはあなた次第なのです。ホロコーストがもう起こらないというのはあなた方にかかっているということをいつも心に置いていますか？と私は言いたいです。ですから皆さん声を上げてください。そして他人を嫌わないでください。自分を愛するように隣人、友人、あなたの家族を愛してください。これをもって私のご挨拶とさせていただきます。